ハニオンベリーのウクレレドキ。この番組は豊作プロジェクトの公演でお届けします。ハニオンベリーウクレレドキ。ハニオンベリー心にまっすぐ。ハニオンベリーコマラジ。ハニオンベリー皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から17時55分まではハニオンベリーのウクレレ時、たっぷり生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、今日は11月の17日ですね。はい、なんか暖かい日が続いてますね。はい、そうですね、うん、ちょっと寒暖の差があって体調を崩している方も少し多いかもしれません。はいはい、皆様乾燥してますので十分お気をつけください。はい、番組へのメッセージの送り方をご案内しておきます。はい、お願いします。はい、メールでお送りいただく場合には tuesday@komae.fm tuesday@komae.fm、メールタイトルには必ず番組名のウクレレドキと書いてください。本文にはラジオネームもお忘れなくお書きください。またフェイスブックをされている皆様はハニオンベリーのフェイスブックページがありますので、そちらからメッセンジャーでお送りください。おはがきも大募集しております。住所ご案内しておきましょう。はい、郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛ラジスイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までよろしくお願いいたします。先週ね、はい、あの伊子さんが来てくださって、島村楽器の、はいはい、その時に、うん、あの動画をご自分でも撮ってらっしゃったんですよ。はいはい、でそれをねご自分の YouTube チャンネルに上げてくださっていて、ちゃんとこう何分にこのウクレレの説明っていうのがしっかりと載せられていて、さすが商品開発さすがです ね。でもなんか一説にはちょっと先週の放送で、はい、ウクレレ人気が上がったっていう噂も聞いておりますので、ね、本当ですね。なんかね、うん、コマラジ内でもちょっと一本ご購入された方がいるとかいないとか、はい、嬉しいです ね。なんかせっかくあの来ていただいた甲斐があったような気がいたします。はい、ね、また伊子さんには島村楽器さんにね今度電話でつなげていただけるかもしれないので、はい、そうなんです。ウクレレウルバのご担当の方に、ね、はい、ご案内したいと思います。はい、それでは今日もギフトボックスのコーナーから参りましょう。翔ちゃんよろしく。ハニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはウクレレカバーズ2020にご参加いただきましたバーカさんとミオさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。それでは早速ではありますが、はい、バーカさんから自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、わかりました。皆さんこんにちは、ブルハッディのバーカと申します。福岡県在住です。あの僕はあのミオは僕の女房なんですけど、女房と2人でですね、あの週末にウクレレを持って、四季の移ろいを感じながら、外レレを演奏するといったそういう生活をあの今2年ぐらい2年ぐらい続けているところですかね。で、まあ、ウクレレをやってるっていうことで、まあ、今回の企画参加ってなったんですけども、あの今年2020年ですね、まずあのコロナウイルスの流行がありました。で僕あの医療職、本職は医療職なんですね。医療職だったんで、まあ、結構大変なところがあったんですけども、まあ、それに加えて、7月の豪雨があって、僕らのすぐ町があの水を飲もう甚大なあの被害を受けてしまって、はい、でそれがまだこう影響が残ってるうちに今度は大きな台風が来たりとか、はい、あのものすごく大変な年だったんですけども、はい、まあ、そうした年にですね、あのこういったウクレレカバーズという企画に、参加させていただいて、まあ、いろんな意味でですね、あのもう振り返ったら2020年はいろんなことがあったんだなと思えるような年になったなるのじゃないかなと思います。で今もう収録も終えて、あとあの CD の発売を待つばかりなんですけども、はい、思うことはやはりあのこのアルバムにあの関わって参加させていただいて本当良かったなっていうことを心から思ってます。はい、で特にあのハニベルの2人をはじめ、まあ、スタッフの皆さんですね、僕たちあの福
福岡で上京することがちょっとできなかったもんですから、うん、もう全てもうリモート在宅ワークでやり取りしながら、ね、作ったということもありまして、うん、本当、はい、スタッフの皆さんにもお世話になりましてですね、心から感謝申し上げます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではミオさん自己紹介お願いします。はい、ブルハッディのミオと申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。大体主人と同じように2人で活動しておりますので、はい、全部喋ってくれたかなって思っております。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いいたします。実は私たちあれですよね、バーカさんとは、はい、3年前ぐらいですか。そうですね、3年前になりますよね、はいはい、佐賀の、はい、ウクレレのイベントで、はい、お会いしてるんですよね。そうなんです、2回お会いしてますよね。そうですね、2回お会いしてますね。忘年会とウクレレの会、ね、はい、はい、うん、そうなんです。でその時にすごく印象的だったのが、はい、私たちの近くにバーカさんがお座りになってて、ペインティングの素晴らしいウクレレをお持ちだったのではい、はい、ゆりさんが声をかけたんですよね。ああそうなんですよ、ね、そうですね、ちょうど隣に座っていて、それでお一人ですかみたいな話をさせていただいたら、はいはい、あれそのウクレレはもしやっていうことでお話を聞いてみたら、清志郎さんデザインのウクレレ。そうなんですよ、はい、あれがちょうど2000年にですね、限定発売になった時に、はい、僕ウクレレとか楽器も全然やってなくって、ただコレクターズアイテムとして買ったんですね。でもウクレレ弾かないから、押し入れの中にずっと塩漬けにしとったんですよ。そうなんですか。しかも塩で、ウクレレを始めるきっかけとなったのが、はい、僕は言葉とかスピーチとか声とかの障害を持つ患者さんの、治療するセラピストをやってるんですけども、はい、歌唱訓練っていうのがあってですね、歌唱訓練をすると、認知症とかいろんな方々がいらっしゃるんですけども、うんうん、決して治るっては言わないんだけど、その人が本来持ってる力をこう引き出す、なんかこう力があるっていうことを、臨床の中で体感してですね、うちにウクレレあったじゃんと思って、ネットでこう調べてたら、なんか3つぐらいのコードを覚えたら、はい、童謡がほとんど弾けますよっていう書いてあったんで、はい、それこそもう C と G7 と F ですね、はいはい、この3つを覚えたらもう夕焼け小焼けは弾けるわ、ふるさとは弾けるわ で、で患者さんと一緒にやってて、もう皆さんすごく喜んでいただいてですね、はい、それがきっかけで、ウクレレをちょっと本格的にやってみようかなと思った時に、その佐賀のイベントを知って、はい、たら隣がゆり子さんだったってそうだったんです。すごい運命的な出会いでしょ。運命的な出会いなんですよ。そうなんですよ、だってね、その会場にはやっぱり何十人の人が集まっていて、はいはい、お隣だったのでそうやってお話ができたのがご縁で、ね、本当ですね、本当にありがたいですね。いや、あの時写真撮っていただいて、すぐ送っていただいてですね、はい、そうでしたね。東京の人って冷たいって聞いてたけど、こんなに人がいるんだゆりちゃんグッジョブありがとうございます。いやいや、もう今も大切に撮ってますよ、写真はね。ありがとうございます。なんかすごく懐かしいね。懐かしいですね、本当に懐かしいです。もう私たち年に本当にあちこち飛び回ってたんですよ、うん、はい、そうなんです。春ぐらいからずっと、はいはい、なので、時飛び回れたのがこう今につながってるなってすごく思うんですよね、はい、そうなんですよね、意味があるんですね、それぞれの出会いがね。本当にそう思います。うん、今回ね、そのウクレレカバーズ2020にご参加いただくときには、最初はお二人で一曲って考えてらっしゃったんですよね。そうなんです。ミオが、はい、歌い手として出て、はい、僕はその影武者でウクレレの伴奏だけっていうことだったんですけど、はいはい、なんかせっかくだったらあなたも出ればいいじゃないって言われて、はい、はい、わかりましたって言ってこの結果今僕ここにいます、はい、よかったですね。よかったですよ、本当です、本当に、今回はカバー曲ということでしたが、お二人とも選ばれる楽曲を考えるときにはすぐに決まられましたか。僕の場合はですね、はい、
ずっともう若い時から RC サクセションのファンで、はい、今井の清志郎をもう敬愛してるんですよ。それでもう自分が歌うんだったらもう RC サクセションの歌っていうのは決めてたんですけども、はい、あの数ある名曲の中から ね何を歌おうかっていう時に迷ったりしたんですけど、はい、まあ結果的にあのミオが一番好きな歌である、はい、夜の散歩をしないかねですね、あの、はい、この曲を歌うことに決めました。いやそうなんですねいやもういつもういうあのバーカさんとミオさんは、はい、本当に素敵な自然の中でね、はい、動画を撮られてアップされているのを拝見してるんですが、はい、もうその動画がね毎回本当お二人の仲の良さがね伝わってくるんです絵から。本当ですよね歌声からとも言うんですけど、はい、その本当にビジュアル全面から、はい、お二人の本当仲の良さが伝わってくるなって思っております。はい、しかもその画面の何て言うんですかね、色がいつも素晴らしいじゃないですか。なんかこうあの隣後ろにあるその緑だったり夕焼けだったり後ろにの建物の壁だったり、もうその辺の色のコントラストが毎回素晴らしいんですけれども、その辺もやっぱりこう考えてこうカメラアングルとかあのこう何度もチェックしながらやってらっしゃるんでしょうか。そんな風に よく言われるんですけど、あの本当の話ですね。はい、僕たちほとんど一発撮りなんですよ。1回か2回、うん、あのっていうのも親の介護とかやってて時間に制約があるから、はいはいはい、もう行ってだからそういうカメラも行った時にあここって決めたらもうそこで撮るみたいな、はい、うん、ただですねあの、はい、カメラを通して、はい、あの覗いた時の何気ない自分の家の周りっていうのが、普段気づかなかったような感じで見えてきて、それを映像として見た時に、はい、あ自分ってこんないいとこに住んでたんだってこう、ふるさと再発見みたいなね、あの、はい、そういった効果もありますね。本当にそのバーカさんたちの、ね、映像を見るとこんなに素敵なところが本当にお家の近くにあるんでしょうかっていうぐらい、私たちからしてみたら、本当夢のようなご近所様っていう感じで、はい、本当にいや本当にそう思います。これは本当に外でやりたくなるなって毎回毎回、うんうん、拝見するたびに思ってます。ね、全部あれ iPhone で撮ってるんですけど、うんうん、あの本当騙されたと思ってですね、あの春夏秋冬同じとこでもいいから撮ってみると、はい、違って見えるんですよね。うん、そういうことにもウクレレは気づかせてくれたってかっこいいと思いません？本当かっこいい、かっこいいですよ。そういう素敵な発見もあったわけですね、ウクレレをご夫婦でやることによって、はい、まあなんて素敵なんでしょう。最初ミオさんはあの、はい、バーカさんの伴奏で歌だけあの歌ってらしたじゃないですか。あ、はい、うん、でそれを私もウクレレやろうかなっていうのはやっぱり弾けた方がいいかな、楽しいかなっていう感じで やり始めたんでしょうか。あ、そうですね、まずやっぱり主人がすごくやっぱ練習熱心なんですよ。はい、毎夜毎夜ずっと横でウクレレ弾きながら歌って、はい、でもうやっぱり最初はもう知らんふりじゃないけど、うん、弾いてるのねっていう感じだったんですけど、はい、そのうちやっぱりなんか私もしたいかなみたいになんか誘われるようになってきて、でちょっと教えてもらえるかなみたいな、そういうふうにこう誘い込まれたんですよね。ご主人様に教えていただくっていうのがよくね、はい、ウクレレをやる方で家族からだとなかなかねっていうお話も聞くことがあるんですけど、はい、ミオさんの場合はそんなことはなかったですか、ご主人様に教えていただいて。そうですね、アフリカンをアフリカンの太鼓を、はい、結構10年近く、はい、もっとなるかな、15年近くやってたので、それ2人とも一緒にやってたので、はい、もうなんて言うんでしょうか、2人で特にあのアフリカンって全然もう本当に道の感じで、はい、お師匠さんもアフリカ人でしたし、言葉もまず 100% は通じないし、はい、2人で協力しないと全然練習も何もかもやっていけない感じだったので、ずっともう十何年も相談しながらいろいろやってきたので、はい、もうでそういうのが下積みって言ったら変ですね、まあ、したことがあったので、はい、全然平気でした。あ、
じゃあそれはもうそのアフリカのその音楽をやってらした基礎があったので、もうその流れでウクレレもじゃあバッカさんがやってるからミオさんもっていうのはもう自然な流れだったわけですね。そうなんです、まあ、ね、そうなんですね。普通どちらかがやってるとなんかこうやりたがらないっていう、ねうん、パターンが多いじゃないですか。そうなんですよ、うん、そうそう、なかなかやらないみたいな、ようやくみたいなね。そうなんです。お互いにそのご主人様だったり奥様だったりが大体そのパターンが多いですよね、うん、自分の、パートナーというか相方が、例えば昔バックパッカーやってたんですけど、はい、もともと彼女が旅行好きで、僕はそれに影響感化されて一緒について回る、ついて回るというかそういうことやってたし。そうなんですか。お互い別々のものをやっぱ趣味として持ってるんですけど、はい、こうそれぞれ持っとくより一緒に持ってた方が一緒に動けるじゃないですか、うん、そうですね。だからでもだいたいもう片方が興味持つことは両方とも一緒にやるみたいな形になりましたね。なるほど、そうなんですね。うちなんか入ってこないでって感じなんですけどね私のテリトリーには入ってこないでっていうもう各自各自各自楽しみいろいろですよね、それはね。はい、ミオさんはお父様がギターを弾いてらっしゃったんですね、はい、で幼い頃からそれを聞いてもう育っていらっしゃって、はい、でもご自分で楽器を演奏することは幼少期にはなかったということですね。はい、うん、その先ほどもちょっとお話出ていましたが、2002年に西アフリカ音楽と出会われて、はい、それでセネガルの伝統的ドラムであるサバールやジェンベなどの奏法を教わることになるわけですね、お二人が。なかなか皆さんが始められない分野ではないかと思うんですが結構そのリズム系好きなので、はい、まだやったことがないんです。でもすごくリズム系は好きなので、はいはい、ぜひ行った際には教えてくださいませ。あ、もういつでももう太鼓売るほどありますからです、はい、本当ですかみんなどうぞっていうぐらいありますから、そんなにあるんですね、やりたいそうか、うん、みんなでバーカさんとミオさんのもとに習いに行きたいですね。こっちからは行けないんでもう、うん、そうですよね、はい、持ってはいけないですしね、楽器ね、やっぱり私たちが行った方がいいですね、はいはい、ここで一曲、はい、リクエスト曲をおかけしたいと思います、はいはい、まず1曲目はミオさんからいただきましたリクエスト曲なんですけれども、ビリー・ホルデーの I'll be seeing you という曲なんですが、この曲はミオさん、どんなエピソードがあって選んでいただきましたでしょうか。はい、ですね、まず はい、今母のもとに帰ってこないといけない事情があって、はい、福岡県大牟田市っていうところに住んでるんですけど、はい、その前はまあ、同じ福岡県なんですけど久留米市っていうところに、まあ、2人だけで住んでおりまして、はいはい、で久留米って皆さん多分ご存知だと思うんですけど、結構有名な歌手の方が出てたりして、はい、そうですね、はい、ですね、はい、で音楽にこう結構活発な街っていう言い方変ですね、まあ、音楽をやってる方が多かったり、はい、そういう面白いちょっと、まあ、アーティスト系の方がいたりとかして、はい、いろんな結構楽しみがある街だったんですよ、はい、でそこに結構有名なジャズ喫茶があってですね、はい、でそこに2人で、まあ、毎週土曜日って決めてたんですけど土曜日に出かけて行って、うん、はい、そこのママさんが結構、うん、いろんなことを教えてくださったりとかで、まあマスターが好きな曲かけてあげるよとか言ってくれたりとか、はい、そんなことですごく楽しんでそこの久留米の生活を過ごしてたんですね。へそれでもともとそういうことでジャズも好きだったんですけど、はい、今回ウクレレカバーズ2020に参加させてもらったりとか、はいはい、あと2人今オリジナル曲を次郎先生の、お手伝いで今作成中なんですけど、はい、ということで今まではただ自分が好きな曲を好きなようにただ歌ってたんですけど、まあそういうことで
それじゃいけないんじゃないかなと思い始めて、いろいろ考えさせられることがあったんですけど、はい、それでじゃあ今一番私にこう勉強させてくれるこの人の曲聴きたいなと思わせてくれるの誰かなと考えた時に、はい、ビリー・ホリデーだったんですよ。へー。でビリーはまあやっぱりすごく名曲をたくさん歌ってるんですけど、その中でなぜこの I'll Be Seeing You を選んだかっていうと、はい、ちょっと話はそれますけど、好きな映画の一つにですね、はい、君に読む物語っていうのがあるんですよ、はい、でそれをまあ好きで見てたらビリーの曲が挿入歌で入ってきて、でそれがこの曲だったんですよね、はい、へー、あビリーだと思って聞いてたら、なんて言うんでしょう、ジャズ喫茶で聞いたり自分で家で聞いたりするのとまた全然違った感じに聞こえて、ああやっぱりなんかこうビリーってすごくこの歌の世界っていうのを広げて奥深く聞かせてくれる歌手なんだなと思って、もうぜひも今の私だったらこの曲をと思ってゲストさせていただきました。はい、ありがとうございます。それではお聞きいただきましょう。ビリーホリデーで I'll be seeing you。 お届けしましたのはビリーホリデーで I'll be seeing you でした。引き続きバーカさんとミオさんにお話をお伺いしたいと思います。今日ですね、はい、お二人にメッセージが届いていますのでご紹介させていただきますね。はい、まずラジオネームアメちゃんさんからいただいております。アメちゃん、いつもありがとうございます。ハニメリのゆりさん、かなさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。コマラジサポーター27番、ウクレレ時サポーター2番のアメちゃんです。バカさん、ミオさん、どんな放送になるかワクワクしちゃってます。ラブラブっぷりも聞けるかな。赤さんにはいろんなことを教えていただいてます。弦を変えることも。ミオさんの歌にはいつも驚きがあって素敵です。赤さん、ミオさん、楽しみにしています。ということで阿部ちゃんからいただきました。阿部ちゃん、ありがとうございます。どういうこと、弦変えたことがなかったって話ですか。そうなんですよ、なんか話しててですね、はい、アメちゃんって弦はどのくらいの頻度で書いてるのって聞いたら、いや自分3年ぐらい書いてないっすよって。3年で、いや買ってからこのままっすって、いやアメちゃん弦変えたが、弦って変えるものなんですか。ねえ、そっか、ナチュラルキャラですよね。ねえ、本当に。あとね、もう一通来ておりますよ、はいはい、メッセージご紹介させていただきましょう、はいはい、こちらはエイトプリンスのクリちゃんからいただきました。はい、バカさん、ミオちゃん、ラジオ出演楽しみにしてます。バカさんとミオちゃんは緊張はないと思いますが、楽しんでたくさんお話ししてくださいね。バカさん、ミオちゃんとの一緒のカバー CD めっちゃ嬉しいです。22日の発売日が楽しみです。ということで、エイトプリンスのクリちゃんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。クリちゃんもアメちゃんもバカさんたちとはハワイアンで親交が深いですもんね、お二人ですよね。あ、そうです、同じコミュニティで、はいはい、ハワイのマウイ島の横前年さんが主催する、はい、ハワイアンソングを学ぶコミュニティということで1年間一緒に勉強した同志です。そうですよね、はい、なんか本当は毎月1曲オリジナル曲を生み出さなくちゃいけなかった宿題が出てたんですよね。ああ、そうです、そうです、そうですよね。アメちゃん、なかなかできなくてっていう、ね、話を聞いてましたけれども、うん、バカさんたちはどんどん生み出していると聞いてましたが、本当魔法にかかったみたいだったんですけどね。お、去年の5月か6月ぐらいですかね、その、はい、京子さんの講義の中で、はい、ハワイアンってもう3つぐらいのコードで、うん、簡単なコードでできてるんだよって、はい、でそのルールを知ったら簡単に曲作りできるよっていう講義があったんですよ、はい、でそれ聞いてて、僕なんか曲作り全然やったことなかったんですけど、はい、あ、これなら自分にできるかもと思って、はい、でその終わった後にちょっとこうやってたらメロディーができたんですね。うん、だから
僕らの歌ってメロディーは全部僕が作って歌詞は全部ミオが作ってるんですよ。あの九州のジョンとポールみたいなもんですけど、そうなんですね。で、あのその時にちょうどあの ミオがあの、はい、ガズレレの発表会っていうあのグループありますね、はいはいはい、あそこにあの僕らが投稿してた時に夏のこのセミがギャンギャン鳴いてるあの投稿を見て、はい、マミちゃん、はい、あの名古屋かな、マミちゃん、はい、名古屋のマミちゃんが、はい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 、セミレレですねみたいなことをなんかコメントつけてくれて、そのことがすごく印象に残ってたみたいで、はい、そのマミちゃんが言ってたセミレレっていうフレーズを入れた歌を、まあ、あの養護施設の子どもたち向けに作った曲だったんですけど、はい、その曲を最初に作ったらなんか知らんけどですね、どん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 生まれてきて、まあ、20曲ぐらいできてます。素晴らしい。あの私あのフラガールやってたことがありまして、はい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 、あの、ま、コードが3つぐらいなのですごく似たよったメロディーがいっぱい出てきちゃうんですよね、はいはいはい、でだから踊ってるとあれこれ何の曲ってなって自分が思ってるのと本当に、はいはい、本当にすごい似た曲が、はいはい、あってイントロがすごく似てて、あれどっち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 みたいなこととかも結構あったんですけれども、はいはいはい、そんな心配は全然なかったですかね。そうですね、コード3つぐらい使った曲ぐらいと言いながらも、うん、あの J-POP とかやってたらいくつかコードも覚えてたじゃないですか、はいはいはい、それであの僕なんかこうメロディーがこう頭に浮かんだら、うん、iPhone にふんふんふんってよく入れるんですよ、はいはいはい、であのそれを聞きながらあのコードに合わせていくみたいな感じで、だからできてしまったものを見ると、うん、やっぱコード進行もそれ違ってたりとかですね、はいはいはい、うん、そんな感じですね。あのコードを先に作るんじゃなくて、もうメロディーありきでメロディーに合わせたコードをあのぶっ込んでいくみたいな形で作ってますんで、はいはい、あまりそういう混乱はなかったです。それで今回のカバーアルバム、ウクレレカバーズ2020に収録した曲はすごく工夫されたレコーディングをされてたじゃないですか。あ、はいはいはいちょっとその辺のお話もあの、はい、していただいて、ね、はい、あの二郎先生とあの、ボイトレーデーですね、あの、スカイプでつないでやる中で、はい、あのまあ、僕らはあの上京できないわけですから、はい、あの在宅レコーディング組ですね、はい、で本当だと僕そういうことすら知らなかったんですけど、うん、ああいう曲を作る時っていうのは、歌と演奏となんか別々に撮るんですね、はい、最初も一緒にやってできた、でも歌ともいっぺんにやればできるものと思ってたんですけど、はい、もうそこから二郎先生に教えていただいてやってたんですけど、ある日二郎先生がですね、はい、でももうバーカーさんたちってよく外で撮ってるから、うん、いろんな自然の音とか入れてそれをそのまま上げてもいいんじゃないっておっしゃって、うん、あ、それはいいアイデアだと思ってですね、うん、であのじゃあ今度休みの時撮ってきますって、うんうん、近くの山の森の中に行ったんですけど、はい、まあ、もうセミ真っ最中で、そうでしたねあ、これはいかんと、でも、はい、それでも諦めきれずに、はい、今度はあの船小屋温泉っていう温泉地があるんですね、はい、そこの温泉地に行ってあの温泉が開く意味もなくボコボコ、はい、ボコボコって音があるでしょ、お、はい、その音の近くで撮ったりとか川の流れで撮ったりとかしたんですけど、やっぱり自然の音を録音するっていうのは結構難しくて、そうですね、うまくいかなかったんです、はい、でもやっぱり僕たちはいつも外でやってるから、あの僕たちの歌にはそういう音を効果音として入れたいなっていうのを考えて、はい、あの著作権フリー の、 あのいろんな、まあ、僕の歌だと、はい、夜のね、あの虫の声が入ってたりとか、はい、そういうのをちょっとあのミックスしてもらって、曲として仕上げていただきました。そうなんですよね、すごくいい感じに出来上がってますよね。 ありがとうございます本当に、うん、個性が出てて。じゃあ美代さんは楽曲は何になさったんですか。はい、もう迷いに迷ってですねユーミンの飛行機雲にしました。まあ、それに決めた理由っていうのは何かございましたでしょうか。はい、そうですね、やっぱりあのコロナが流行ってやっぱり生死をみなん考える機会っていうんですか、そういうのがすごく増えて、はい、でどうせならそういうテーマのそういうことをテーマにした曲にしたいなと思って、で
この飛行機雲に決めました。美穂さんも先ほどバーカさんもおっしゃってましたが、私がちょっと二郎さんから聞いたエピソードで、美穂さんが歌ってらっしゃると、はい、あの小鳥が一緒に歌ったりとかっていう出来事があったっていうのをお聞きしたんですけど、はい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 、そういうことが実際にあるわけですよね。これ言いたい。あ、どうぞ。ぜひぜひお話しください。あのバードコールってあるでしょ、はい、森で、はい、あります。えウクレレ絶対あれバードコールですよ。あのなるほど、はい、言ってる時ですね、泣いてないんです、で演奏し始めると、はい、野鳥が寄ってきてですね、泣き始めるし、それもですね、あのイントロとかあの、はい、感想とかでちょっと間が空くでしょ、はい、タイミングがいい時にホケギョとか泣いたりとかね、あの石を持って、はい、僕たちの曲をこうなんていうのかな、一緒にこうアレンジしてこう、応援してくれてるような、こういうことが結構あって、僕はそれは絶対ウクレレの音を分かって、自分も一緒に歌ってるっていうふうに思ってます。間違いないと思います。あ、やっぱりそうだったんですね。なんかそのお話を聞いてたので、でも実際に生でそれを同時に撮るのは難しいというのがね、いろいろ試されて分かった末に、あの美穂さんの音楽の方にはそういった鳥の声とかをミックスしていただいてるんですよね。そうなんです、はい、そうなんです。あの、まあ、そういったレコーディングのいろんなノウハウから始まり、まあ、あの今回ね、遠方からのご参加ということで、二郎先生のオンラインレッスンも、ボーカルレッスンオンラインで受けられてることも何度かあったと思うんですけども、はいはいはい、その中で何か楽しいエピソードなどはありましたでしょうか。楽しいですね。あのいや、あのなんか毎回話が弾んじゃってて、そうなんですよ、そうですよね。あのいっぱいあるんですよ本当。ですね、まずですね、あの僕二郎先生が、はい、あのクスクスっていうバンドをされてたってことは全く知らなくて、はい、あの二郎先生のことももう今回 の, あの参加がきっかけで、はい、あそういう方がいらっしゃるんだなっていう程度 の,、はいはい、あ, のあれだったんですけど、はい、まあ、あの実際そのいろいろお話しする中で、はい、同じような音楽を聴いてきて、結構あの僕が大好きだった人と共演されてたりとか、はいはいはい、お付き合いがあったりとかですね、はい、共通の知人が僕の家の近くに住んでたりとかですね、はい、結構盛り上がったりしたんですけど、はい、一番すごいなと思ったのはですね、あのアフリカの音楽をやってる時に、はい、僕たちあのセネガリズ、セネガル人 の, あの師匠だったんですけど、はい、セネガル の, あの、まあ、有名なところで言うとユス・ウンドゥールさんとか、はい、あのやるリズミックなね、あの、はい、音楽も大好きなんですね、はい、で二郎先生と知り合って、やはりクスクスにも興味があったんで、はい、あの光の国 の,、はい、子供たち あの CD、はい、あれちょっと購入してですね、はい、聞いたらですね、もうリズムがですね、はい、セネガルリズムなんですよ、はい、でうんうん、あの時代にですよ、はい、あれ二郎先生二十歳ぐらいの頃でしょ、そうなんですよ、あの時代にあのセネガルのリズムを取り入れてやってるバンドなんて、はい、今まで見たことないし、そうですよね、もう多分出てこないと思う、そういった意味でもう、うん、二郎先生すごいなと思って、そうなんです、まあ、もうで自分からあまりこう言われないじゃないですか、そうなんです、いやそれはこうなんですよっておっしゃって、みたいなことが結構あってですねなんかもうそのね、二郎先生の、ね、書いた曲とかも、はい、これって10代の時にこれを書いたんですよねとか、これまだ20歳そこそこですよねっていう歌詞の内容が、はいはい、何を考えてる少年だったんですかっていうですよ、ね、はい、ことがすごくたくさんあってうんうん、うんうん、まあね、聞くとこの時はさなんて教えてくれるんですけれども、はいはいはい、いやでもなんかこうその時私も実は知らないんですね、クスクスを、はいはいはい、本当にもう本当に去年ぐらいから、知り合ってからいろんなことを、はい、見たり聞いたりしてる感じなので、はい、いやこれちょっとリアルタイムで知ってたらもっとすごい感じで私好きだったかもっていうですよね、うん、本当にそういう、うん、センスがすごいですよね、本当に、うんうんうん、まあでもなんかこう今の時代に今の年代でこう、はい、あったから、はい、その良さもあったりもするんですけどね、あですね、またね今のような知り合い方がもしかしたらベストなのかなっていう感じもしてますよね、そう、うん、はい、そうそう、いやでも本当ね、あの、
次郎先生とのご縁がつながって、はいはい、今さっきもお話出ましたけど、僕たちのそのオリジナルソングのね、はい、アルバムのプロデュースをちょっとお願いしてですね、やっていただいてるんですけど、もう本当ね、もうなんていうんですか、もうかゆいとこに手が届くというかですね、もう、ちょっとしたアレンジがですね、昔心震わせたあのディープパープルのキーボーディストのあのハモンドオルガンの音みたいなのを使っていただいたりとかですね。もう好きなことを知ってるわけですね。ライトマイファイヤーのあのフレーズのなんかこう彷彿させるのはもうね、もう心にこう火を本当灯るようなね、もうちょっとしたね、もうさらっとしていただいてですね、曲じゃないような感じ、なんか曲が化粧するっていうんですか、はい、アレンジでね、作業を進めさせていただいてます。そうなんですね、バカさんの好きなところを本当によく知ってるっていう感じでしょうかね。もうそれは完成が楽しみですね。楽しみです、はい、それではここでですね、バーカさんからいただきましたリクエスト曲おかけしたいと思います、はい、この曲についてはちょっとバーカさんの方からどうやって選んでくださったかっていうご説明をいただいてもいいでしょうか。わかりました、はい、ですね、まず、先ほどにも話出ましたけど、はい、ハワイアンソングを学ぶコミュニティというところで、京子さんの下で1年間学ばさせていただいたんですけども、はい、まあ、そうしたことであのハワイアンソングは僕たちのレパートリーの一つの柱として考えてるんですね、はい、それで今後あの僕たち の, その演奏の幅を広める意味で、はい、スラックキーギターを取り入れようと思ってですね、はい、あの実はこの夏からあのプロの方に、これもやっぱりあのオンラインなんですけど、はい、月1回あのレッスンを受けてるんですね。そうなんですか、はい、へー、その僕の先生があの組んでるユニットが今回リクエストしているあのコールアっていうあの、はい、ユニットでですね、あのスラックキーギターとウクレレと、まあ、人生ボーカルユニットなんですけども、はい、なんですけど、その中で、先生たちが作ったオリジナルソングなんですね、はい、でもしっかりハワイ語で書かれてあって、もうほんと素晴らしい曲なんですけど、エクホームエっていう歌なんですけど、はい、まあ、これあのマイホームタウンっていう意味でですね、はい、やはりあのやっぱこう若い時のふるさとと年を取ってからのふるさとってあの感じ方が違うじゃないですか、はい、あの例えば僕の場合で言うと今住んでる町っていうのは若い時はもうこんな田舎町、こんな退屈なとこおれんばいと、博多に出るしか半ばいと、東京には行きたかばってん、やっぱ親がこっちおるけん、やっぱ博多ぐらいにしとこいねと、でもう嫌でたまんなかったんですけど、はい、親のことがあって帰ってきて住んで、年を重ねていろんな経験積んで帰ってくると、はい、さっきのふるさと再発見じゃないんですけど、はいはい、なんかこう自分が生まれ育った町が、はい、あのすごくなんていうのかな、染みてくるっていうか、もう好きだなと思えてくる、そうした心情ともバチッとはまったような内容の歌なんですね、はい、まあ、ぜひこの曲をあの皆さんに聴いていただきたくて、はい、あのリクエストしました。はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきたいと思います。コールアでエクーホームへ、お届けしましたのはコールアでエクーホームへでした。で今回ウクレレカバーズ2020にで、ね、遠隔で参加していただいたバカさんたちお二人なんですけれども、あの遠隔でも大丈夫でしたでしょうか。はい、大丈夫でした。大丈夫でしたか。はい、あの実はですね、はい、今回のアルバムに参加することを決めてない時に、はいはい、今年は僕たち の, あの演奏をですね、あのきちんと録音しようということで、はい、あの PCM レコーダーっていうんですか、綺麗に撮れるレコーダーですよね。そうです、はい、ワブね、はい、ワブ形式で撮れる、それを買ってたんですよ、はい、でレコーディングといったら東京まで行ってやらなきゃいけないかなっていう思いがあったんですけど、はい、最初の時点で、あの相談した時に、はい、あそれであのできますよっていうことを、はい、伺ったので、あ、はい、じゃあやってみようかということでやったんですけども、はい、もう全然ね、それこそもうスタジオなんか使わずに、まあ、はい、特にうちあの山の中にありますから、あの部屋の中で全部できました、はい、そうなんですね。そのやり方仕方についてはですね、はい、もうそのオンラインのレッスンとは別のところでも次郎先生がもうこまめにですね、あのメールで、あのこれはこうした方がいいですよとかで質問するともう忙しくしてあるのにもうすぐ返事が返ってきて、はい、助けられて、でまあもう本当あの
レコーダーで録音するだけですから、はい、あのそのやり方さえですね、最初にあのきちっとあの習えれば、はい、あれでもできると思います、はい、うん、ありがとうございます。なんかそれを聞いてちょっと安心しました。これからね、はい、また第2弾ウクレレカバーズ、はい、今年2020ですが、また2021、2022と続けていけたらいいなと思ってる企画なんですよ。だからその時に関東圏以外の方でもご参加いただけるっていう実績をバカさんたちに作っていただいたので、はい、ぜひ皆様にも挑戦していただけたら嬉しいですね。はいはい、はい、じゃあ何か困ったことがあったらバカさんにご相談すればいいですね。あ、そうですね、はい、そうですね、はい、もうあのレコーダーとメトロノームがあれば誰でもできます。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。京子さんからもね、あのお二人に聞いてみたいっていうご質問があったんですよ。なので、はい、ここでちょっとお二人にお伺いしたいなと思うんですが、はい、あの京子さんのところで、まあ、ハワイアを学ばれた生徒さんたちたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その中でもバカさん、ミオさんはもういち早くオリジナル曲もどんどん作られて、そして今回のウクレレカバーズ2020にもご参加されて、今はお二人でオリジナルのアルバムを作ろうという段階まで進んでいらっしゃるわけなんですけれども、はい、どうやってそんなにこう計画的に進んでいくことができたんですかっていうご質問なんですけど、その辺はどうなんですか、バカさん、ミオさん。まずなんか教科書的なこと言ってね、なんか、はい、上手ないんですけど、まず目的ありきなんですよね、はい、何をしたいかっていうのをもうまず逆に、特にあの僕たちの場合はあの時間に限りがありますから、はい、あれもこれもできないわけですよね、うんうんうん、で、まあ、あのその京子さんにお世話になってる時も、はい、1年間で自分たちは1年後にどうなりたいのかっていうのを考えた時に、はい、まあ、あの毎月1曲ずつ、1年で12曲になるんですけど、はい、あの往々にしてあのお稽古ごとで習った曲っていうのは、やってる時はできるんだけど、やめてからじゃああの時のあの曲やってよって言った時できないこと遠いじゃないですか、はいはいはい、多いですね。少なくともあの、この1年間学んだ後はこの12曲に関しては、はい、あの譜面と、はい、歌詞カードがあったらすぐ演奏できるレベルはキープできるようなところは保っておこうねっていうところはもう最低の僕たちの目標だったんですね、はい、そうなんですね、うん、そうしたところであの、はい、取り組んできた結果かな、うん、ですよ。でやっぱりそれで自分がここまでできたら次何やりたい、これやりたいってこう一つほらハードルを超えたら景色が見るじゃないですか。はい、そうですね。その結果があのウクレレカバーズ2020であり、ウクレレカバーズ2020を、はい、結局経験することで二郎先生っていう、あのね、あの素晴らしい方と知り合って、はい、ちょうど僕たちは自分たちで 作りためたオリジナルをその形にしたいと思ってたニーズとタイミングがうまくマッチして、はい、先生実はこんなして考えてるんだけど手伝っていただけませんかということで力をいただいて今やってるような感じですよね、はい、だから、うん、まずはもうあのまず自分が何をやりたいかっていうのを決めて、それを確実にやっていけばどん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 つながっていくんだと思うんです。はい、そうですよね、すいません、うまく言えませんけど、すごくわかります。でもその目標をちゃんと立ててそれをこなしていくってこう本当に言葉で言うのは簡単なようにも思えますが、これこなしていくってなかなかやっぱり大人のね皆さんにとって、あといろんな生活環境があって周りのご家族のこととかいろんなことがあって難しいことじゃないですか。でもそれをお二人はやっぱりご夫婦でやってるからより一層達成できてるのかなという気もしますね。私は、うん、あのその結局ハワイアンってもう全然知らなくて、はい、あの全くゼロからの出発点だったんですけど、なんでやりたいと思ったかって言ったら、やっぱりあのウクレレを始めて、あのせっかくウクレレやるんだったら、はい、ハワイアンをやってみようかなという気軽な気持ちであの参加したので、はい、本当にもう右も左も分かりません状態だったんですね。それでもうとにかくもう京子さんの言われるままもうとにかくついていこうと、はい、必死でついていこうと思って、それを、それだけを心に決めて、もうどんなものでも何を言われてもどうしてでもやっていこうっていうのを先に決めてたんですね、うんうん、それであのあとちょっとやっぱ不得意なあのウクレレももう初めてすぐだったんで、すぐハワイアンを始めたので、
不得意ですし、そういうのはですね、全部あの主人がカバーしてくれて、はい、そういうのであの結局皆さんに助けられて、あのやってこれたと思ってます。お二人のこの1年間の変化っていうのはやっぱり京子さんにとってもとても嬉しい成果だったんじゃないかなっていう気がします。それだったら嬉しいですけど、きっとそうだと思います。、はい、京子さんのご質問お二人にお伺いいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは今回ねウクレレカバーズ2020まもなくリリース日となります。11月の22日、そして22日には発売記念のイベントも行うんですが、その時にはお二人にはオンラインでイベントの方にもご参加いただきたいと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日のギフトボックスのゲストはウクレレカバーズ2020参加アーティストのバーカさんとミオさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。16時台最後の曲をお届けいたします。ハニーオンベリーのテーマ曲です。5時を回りました。引き続きハニオンベリーのウクレレ時ゆりとかなでお楽しみいただきたいと思います。それではコマエーシーの天気予報をお知らせいたします。今日はね良いお天気でしたね、はい、はい。爽やかな秋の青空が広がっていました。雨の心配は今日はないようです、はい、日中かなり気温が上がっておりました、暖かい一日でした ね、うん、夜になると急に気温は下がりますので、お出かけの皆様は上着などで調節をするように気をつけてお出かけください。以上狛江市のお天気をお知らせいたしました。引き続きまして運行情報です。小田急線京王線ともに平常通り運行しております。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AIDASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。
古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。それでは今日はここからですね、ウクレレラジオレッスンやりたいと思います。やりたいと思います。はい今日もですね、ゲストをお迎えしております、はい、コマラジのコマM火曜日パーソナリティノクティさんです。お久しぶりです。こんにちは、ノクティです。今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。早いですね、前回からもう1ヶ月経ってしまいました。ただ先週私たちはあのノクティ君の、ね、番組の方で何にちゃんにウクレレレッスンをさせていただいたの で、そうですね、リモートで、すいません、教えていただいてありがとうございました。でも早速何にちゃんがウクレレ買ってくださったのね、びっくりした。びっくり、うん、何にちゃんからアマゾンの画像何個か来て、うん、どれがいいかなと、どれがいいかな来ましたよすぐ、はい、かわいいピンクのウクレレを購入されていましたよ、はい、ぜひじゃあ、うん、何ちゃんはノクティ君から教えてもらおうかな、ね、もう兄弟子の風バンバン吹かしてますからぜひお願いいたします、ね、もうウクレレの輪を広げていきましょ う、ね、はいはい、では今日のレッスンなんですが、はいはい、前回のレッスンアルペジオに挑戦したの覚えていますか。はい、アルペジオ、はい、お家でやってみましたか。でもアルペジオ、まあ、もともとバラードというか やりたかったことなので、うんうん、すごい楽しくて、うんうん、でもアルペジオの方が逆にこう何ですか、コード変わるのちょっとゆっくりいけるというか、はい、右手さえ癖ついちゃえば、ね、ちょっと左手落ち着いてられる感じ、なるほど、それはあります。アルペジオの方が弾きやすいなって今思ってますね。なるほどね、優秀だな、本当優秀すぎちゃってね。今楽しい時期、楽しい時期、今楽しい時期、楽しい時期今日は何をしようかなと思ったんですけど、もともとねノクティ君は、はい、あの大好きなポルノグラフィティの影帽子を歌いたいというところからスタートしておりますので、はい、その初心に戻りまして、はい、影帽子をもう一度このアルペジオを知った今、うん、改めて、うん、そうです、前四つ弾きでやったんですもんね。そうです、前は四つ弾きでやりました、うん、はい、でもアルペジオもね覚えたことですし、今日はアルペジオで影帽子をやってみようというのにチャレンジしたいと思います、はい、まずですね、あのラジオの前の皆様も、はいはい、もしウクレレがお近くにありましたら持っていただいて、何ちゃんも今影帽子影帽子のチューニング大丈夫かな。チューニングちょっと教えてないなまだ教えてないな。 GCEA でやって今、はい、そうか、ね、では影帽子に出てくるコードをまずご紹介したいと思います、はい、はまずですね G ですね、うんうん、G のコード、うん、G のコードは、人差し指で3弦2フレット、はい、そして中指で1弦の2フレット、はい、そして、薬指で2弦の3フレットをこの三角形を作りますね。これが G です、はい、指はできるだけヘッドの方から斜めに差し込んであげると押さえやすいですね。はい、いかがですか。ノクティもバッチリですね。いいですね、はい、ではこの G を押さえたまま待ってていただいて、はいはい、今日の影帽子には G+4 というコードが出てきます、はい、この G+4 はこの G に小指で1弦の3フレットを追加で押さえてください、はい、鳴らしてみます。1音だけ変わりました。G が、うん、サス方になると、うん、いい音ですね。結構この曲の、うん、一番いい音、代表的な音というか、はい、これあると影帽子っぽい感じがしま す、逆にこれがなかったら影帽子じゃないっていう感じもしますよ ね、はい、ね、じゃあこれが G+4 です、はいはい、次に出てきますのは Am7、はい、これはですね何も抑えません。はい、一番簡単なやつ、はい、一番簡単な、はい、一番簡単な、そうですね、これですね、Am7。 そして D ですね、はい、D はこの間 D は出てきたかな、出てきたかな、出てきた、出てきました、やりました、はい、D は、人差し指を4弦の2フレット、はい、そして中指を3弦の2フレット、それから
薬指を2弦の2フレットに入れるんですが、はい、もしね、あの指の関節、第一関節がキュッと曲がる方は、うんうん、あの1本で押さえていただいて1弦にだけ触れないようにってできる方はそういう方法もあります、ね、でも私はできないので、はいはい、ちょっとお部屋が混雑してる雰囲気だもんね、2フレット目が、はい、うん、この時もやはりね、ヘッドの方から指、はい、手をできるだけ斜めに入れてあげることで、この3本の人差し指、中指、薬指が2フレットに3つ入ると思います。はい、入ってます。ちょっと休憩です。はい。これが D ですね。はい。はい。はい、素晴らしい。はい。はい、次にですね、はい、出てきますのが、今ね、D を押さえたままにしててもらえますか、うん、はいはいはい、そして先ほど G を押さえたまま、1本あの指をずらして G サス4をやりました、はい、今度この D をそのままにしていただいて、どちらでもいいんですが、じゃあ小指で加えましょうかね、はいはい、小指で3フレットの2弦を小指で押さえてください。そうすると、はい、ちょっと切ない、 D よりもちょっと切ない音になりました。これが D サス4になります。D サス4、はい、D サス4です。はい、サス4これもやっぱりあのこの掛け帽子にはっぽいですね、うん、そうですね、うん、大切ですよね、この D から D サス4に行くこのコード進行も大切な部分になると思います、うんうんうん、次に出てきますのが E マイナー、はい、E マイナーは、人差し指で1弦の2フレット、はい、そして中指で2弦の3フレット、はい、そして薬指で3弦の4フレット、はい、ちょうど斜めにこう1本線を引いたように指を並べていただきます、うん、これが E マイナーです。はい、それでね、最初ウクレレレッスン私たちノクティ君に始めた時には、はい、E マイナーのコードは、はい、E マイナー7に変えてもいいですよってお話ししてました、はい、E マイナー7は G7 の、人差し指を抜いたものなので簡単に抑えられますね、はい、E マイナー7だけど、今回ねノクティ君にそれを一応伝えましたが、はい、ノクティ君は E マイナーの音色がいい、E マイナーが鳴らしたいという、そうよね、特にこの曲が大好きだと、うん、やっぱりこの E マイナーは E マイナーのところでやりたいわよね、大きな曲はちょっとというのか、ね、うん、そうよね、うん、いやそこ偉いなと思って、はい、私とかなちゃんウクレレ始めた頃、はい、E マイナーからかなり E マイナー7に逃げてました。だいぶお世話になってました、E マイナー7さんに。曲によっては僕も逃げますでも この大好きな影星に関しては E マイナーをということ で、ね、はい、ちょうど斜めにね指が、うん、移動しています、人差し指で1弦2フレット、はい、中指で、2弦の3フレット、そして薬指で3弦の4フレット、はい、これが E マイナーです。4フレットが絡んできましたね、初めて。そうね、そうなんです、そうだそうだ、4フレットなかなか出てこない、なかなか上3つで今までね、そうですね、うん、作りましたから、はい、我々、あと今日もう一つコードが出てきます、はい、これはですね B マイナー7、 B マイナー7は人差し指で2フレットを全部押さえます、はい、制覇ですね、はい、でこの制覇で1本だけで押さえて、反対がちょうど親指をこの制覇した裏側に当てるようにして物を掴むような感じで持っていただくのが一番力が入ると思うのですが、うんうん、それでも力が入らないわっていう方には中指で制覇した指を押さえちゃいましょう。さらにぎゅ、はい、さらにぎゅ、さらにぎゅ、そうするとしっかり音が鳴ります。そう、ね、力のない方はこうやってあの助けてあげることもできます、はい、押さえつけられるみたいなね、そうそうそう、だんだん普通に制覇で押さえられるようになってくると思うんだけど、うんうん、最初の頃はこの支えがあると、うんうん、意外とあの1フレット2フレットがちょっと指が浮いちゃったりするので、上の方それで押さえといてあげると音が鳴りやすかったりしますので、そういうやり方もあります、はい、これあの私たちが教えしているのは本当に簡単な
な弾き方でウクレレがそこにありました、じゃあちょっと弾いてみようかなっていう方でも弾き語りができてしまうというやり方をお教えしているので、はい、本格的なやり方はもっとたくさんあります、はい、それはねお上手な方に教えていただいて、はい、私たちは本当に今簡単に弾けるかなっていうのでやっております、はい、では、はい、今コードのご紹介しましたので、はい、ゆっくりなんですけど、はい、影帽子をアルペジオでやってみましょうか、はい、おー早速、うん、最後まで、うんうん、まずはね2フレーズかな、同じコード進行のところが繰り返しで2回あるので、はいはい、そこまでやってみましょうか少し心配のところですねそうですそうです、はい、歌詞で言うと少し心配少し心配なところまで行きましょう、はい、そこまで行ってみましょう、じゃあ、はい、私コード変わるときにコード名言いますので、はい、ゆっくりやってみましょうか、はい、では行きます、3、はい、Gg♭4G Am7D Gg♭4G、 ちょっとここで止めましょうね今かなり不安げな感じになりましたので、まず Gg でアルペジオ、アルペジオ忘れちゃった、はい、アルペジオもう一回やってみましょうね、はい、行きましょう、アルペジオは、親指と中指で、親指で1弦、はい、そして中指で4弦をまず同時に弾きます、1音ですね、1音、そして3は、人差し指、そしてこの3弦は親指で弾いて1音3、2、3、1、4、3、2、3、1、4、3、2、3、はい、これでアルペジオできました、はい、じゃあこのひとひらの夢のところ、なかなか歌いながらは難しいかな、いきなりアルペジオはね、ね、でもね、ひとひらの歌いますかっていくんですけど、やってみましょうかちょっとじゃあゆっくりめに歌って、はい、アルペジオはものすごくゆっくりやりましょう、はい、ね、じゃあいきます、3、ひとひらの、ここでサスフォーです、夢、もう一回サスフォーのままです、 G に戻します、 Am7 何も押さえません、 D、次 Gg♭4G、 はい、繰り返しです、 Gg♭4G に戻ります、 Am7 次は D です、 Gg♭4G、 あ、できましたね、はい、できた、やっぱアルペジオの方が左手が余裕ができますね、うん、慣れると、あ、そっかそっか、アルペジオ好きだな、前回1ヶ月前にね、はい、アルペジオをやった時にはノクティはそのアルペジオの指も見ながらきっとやってたんですけど、あ、右手も、はい、もう右手の方のアルペジオをノクティ体にこう染み込ませたので、アルペジオはできるようになった、コードの方だけに集中できるようになって、うんうん、アルペジオが楽しく感じられるようになったわけですよね、優秀な生徒だな、みんな右手やった方がいいですよ、うん、ね、だから最初は本当に C のコードだけでいいと思うんです、で、アルペジオだけを練習して、アルペジオのこの右手は見なくても143231432314321432314323ができるようになってきたら、今度はコード進行が変わる曲にチャレンジしていくのがいいですね、うん、はい、でもノクティ君は本当に優秀な生徒さんなので、はい、もうできてしまっているのですが、はい、でもこのまま影帽子進めていきたいと思います、はいはい、じゃあ今ね繰り返しのところ、心配のところまで来ました、はい、そしてその次のメロディーなんですけど、はい、今度はここはちょっとね、うん、アルペジオじゃない方が曲に合うなって思いましたね、で、特にここはコード進行もとっても早いんですよね、うんうんうん、時の日を刺さる
道を歩いていてもと早いので、ここはもうこのポロン弾きでもいいかなと、1回ずつっていう感じで、1回ずつでいいですね、はい、じゃあそこだけやってみましょうか、もうまでです、顔を上げてまで、はい、もうまでにしましょうか、もうまで、はい、はい、いきます3、はい、時には日のささぬ道を歩いていても、と簡単にできますね。まだ余裕はありますね、はい、うん、じゃあ、決してうつむかないよ顔を上げてのところまで行ってみましょう、はいはい、次のところ一回ずつ弾く感じでいいですね、そうですね、決し、そうですね、一回ずつでやってみましょう、はい、じゃあ時に、時にはのところからやってみましょうかね、はい、時にやから、はい、はい、いきます、3、時には日のささぬ道を歩いていても決してうつむかないよ Am7 顔を上げて、はい、はい、できたんじゃない、できたかな、はい、うん、はい、1回ずつであればここら辺は変更が多いけど何とかいける感じですね、はい、で次ね、会いたくなったらでまたメロディーが変わってくるんですが、サビですね、そうですね、ここは弾き方は何個かあると思うんですよ、はい、例えばかなちゃんちょっと弾いてみてもらえますか、会いたくなったら、そうそうそう、出してって弾くのもいいし、あとはまあポロンでもいいと思います、そうですね、2回ずつ、はい、会いたくなったら思い出してって2回弾いてあげるのもいいと思います、うん、またアルペジオに戻ってもおしゃれですもんね、うんうんうん、そうなんですね、うん、アルペジオに戻るんだったら会いたくなったら思い出して、アルペジオにも戻れます、はいはい、うん、じゃあせっかくだからノクティにはアルペジオに戻ってもらおうかな、うん、はいはい、僕アルペジオで、はい、うん、それでかなちゃんはじゃあリズムのあるもので弾いて、はいはいはい、私はポロン弾きでやってみますので、おちょっと責任が出てくるぞこれは同じのじゃないんですね、そ う, よそうなんですよ、出てきたな、大丈夫ですよ、はい、はい、じゃあどこまで行きましょうか、寄り添うからまで行きますか、そうだね、寄り添うからまで、うん、そこまで行きましょうか、はい、じゃあ会いたくなったらのところね、はい、行きます、3、ゆっくりね、3、はい、会いたくなったら思い出して僕はずっと君の影を押し駆け抜け、来ましたね、どうですかノクティ君、なんだちょっと1個2個飛ばしましたけど1個2個飛ばしバレないようにと、他に弾いてるから大丈夫助かりました、そうだね、でもこれやっぱり E マイナーから B マイナー7に行くのが大変かな、そうね、それとも D から E マイナーがですね、僕は、はい、D から E マイナーね、うん、そうだね、多分今ラジオの前の皆さんも始めたばかりの方は D から E マイナー行きにくいなって思ってるかもしれないですね、まっすぐ横並びから斜めに行きの、そうなの、制覇みたいなね、うん、そうだね、うん、忙しいねここね、うんうんうん、でも行けそうな気がするので、ね、はい、頭からゆっくりこの寄り添うからまでやってみましょうか、寄り添うからまで、うん、はい、やってみましょう、これ最後、最後のどこまでもからは1回弾きになっていくんですよね、うん、どこまでも寄り添うからは、うん、そうだね、アルペジオじゃなくて1回弾きで、うん、はい、そうだね、じゃあこのからまで今日はやって今日のレッスンはここまでにしておきましょうかよっしゃ頑張りましょう、はい、じゃあゆっくりやっていきましょう、最初から、ね、全員アルペジオ、あ、うん、いろいろサビはじゃあ分かれる感じでまた、はい、そうですね、承知しました、はい、じゃあいきます、はい、ワン、ツー、スリー、ひとひらの夢、夢に焦がれ
まっすぐで強がった君がいる物語る背中、美しすぎて危うげで少し心配、時には日のささぬ道を歩いていても決してうつむかないよ、顔を上げて会いたくなったら思い出して僕はずっと君の影防止駆け抜けて心のままにどこまでも寄り添うから。できてましたか？できてましたね。ほぼ自分の音聞こえてないんですけど、ね、気弱な音を出しました。でもアルペジオをね、前回覚えたばかりのノクティ君でも、うん、1ヶ月後にはアルペジオで弾き語りができてしまいました。素晴らしいですね。アルペジオはでも右手ちょっと頑張れば、うん、1週間もあれば結構右手覚えちゃうので、そうですよね、一気に幅広がります ね。本当にそう思います。アルペジオ本当いい。あの曲の中にちょっと入れてあげるだけですごくメロディーが素敵になったりしますよね。そうですね、そういう構成も考えるのもね、楽しいかと思いますからね。弾き方で、はい、うん、変えるっていうのは確かにあります、ね、はい、はい、というわけで今日のラジオウクレレレッスン、ゲストはコマ M 火曜日パーソナリティのノクティさんでした。今日もお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。Eマイナーです。それではね、ここで1曲お届けしたいと思います、はい、今月の22日にリリースされますウクレレカバーズ2020から彩香さんの思い出がいっぱい。お届けしましたのは彩香さんでカバー曲思い出がいっぱいでした。はい、可愛いですね、はい、彩香ちゃんの声はね、可愛いね。今日ねお伝えしようと思っていたんですが、はいはい、うん、私たちね5月にゆかぽんさんから の、はい、あのお声掛けで、私たちのこの番組でいつもエンディングにかけさせていただいているレレハッピーデーを、はい、皆さんがそれぞれ動画を撮って、それをゆかぽんさんがキュッと一つの動画に編集してくれて、はい、うんうん、みんなでレレハッピーデーを演奏しようっていう企画に参加させてもらったんですよ。そうなんです、はいはい、でその参加した企画の動画をその後ですね、ゆかぽんさんがちょっと時間を調整してくださって、ウクレレコンテストにエントリーしてくださったんですね。そうなんですよね、はい、フォーオール部門というのにエントリーしてくださって、はい、うんうん、これはそのエントリーしたものを皆さんが見てくれて気に入ったらこうハートマークをいいねでつけてもらうっていう、はい、毎日1いいねができるんですよね。そう、1いいねができるものだったんですけれども、うんうん、それで私たちもね毎日こういいねをしながら、はい、皆さんにもたくさんの皆さんにいいねをしていただいて、はい、本当に参加者の中でもかなりの数を集めることができまして、はい、そもそもね、この私たちがエントリーしてるこのコンテスト、はい、のこのカテゴリーが、うん、はい、とてもそのエントリー者が多いよね、多いカテゴリーだったんですよね、うん、はい、うんうん、そうなんです。そしてこのね審査員の皆様っていうのはウクレレ界でも本当にすごい方たち、はい、清志小林さんとか勝誠二さんとか、あと名戸山亮さん、鈴木智樹さん、もうその他にも本当名だたる皆様が審査員として名を連ねていらっしゃるのですが、はいはい、なんとこのレレハッピーデーを演奏したこの動画が、はい、パフォーマンス賞を受賞しました。イエーイ、素晴らしい。そうなんです、すごいです ね。これ皆さんご覧ください、うん、ぜひぜひ、ね、うん、YouTube にゆかぽんさんのチャンネルにアップされていますの です、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、この時ね、うん、結構私たち忙しくてですね、そうなんですよ、なかなか動画を私納品できなくて、そうなの、もうちょっと待ってくださいって言ってね。でもゆかぽんがやっぱりこのウクレレ時のエンディングでね、はい、レレハッピーで流してるから、はい、ハニベリの2人には絶対参加してほしいから待ってるって言ってくださって、そうなんですよ、ゆかぽんありがとう、すみませんって言ってね、待ってていただいて、はい、うん、そのおかげで私たち本当にこのねえ、なんか
パフォーマンスショーをいただけるなんて思ってなかったので、はい、本当に感激でした、はい、参加された、ね、皆様も本当ウクレレ大好きな、そしてレレハッピーデーが大好きな皆さん、うん、はい、もうみんなの愛がこもってたのが審査員の皆さんにも溢れてるよね、動画から伝わってくるもんね。そうなんですよ、だからきっと審査員の皆様にもそれが伝わったんだと思います、うんうん、そうですね、はい、ぜひ皆様ねご覧いただきたいと思います、はい、ブログの方からもリンクしておきたいと思います、はい、ぜひご覧ください、よろしくお願いいたします。はい、はい、今ねメッセージが来てましたので、はいはい、ちょっとご紹介したいと思います。お願いします。今日のねギフトボックスに、はい、ご参加いただいたバーカさんとミオさんに向けてのメッセージいただきました。 ありがとうございます、はい、ラジオネームともみちゃんからいただきました、はい、今バーカさんご夫妻ですね、同じ有明海沿いで近いのに会えてないバーカさんご夫婦、お二人に早く会いたいです、車止めて思わずメッセージしちゃいましたということで、ともみちゃんありがとうございます、はい、嬉しいよね、やっぱり知っているお友達の声がラジオから流れてくるというのもね、アメちゃんからもね、はい、メッセージ届いております、はい、お願いします、はい、バカさんミオさんの声がラジオから聞こえてきて感動ですということでバカさんとアメちゃん仲良しだからね、そうだね、うんうん、そしてアメちゃんのことも話題に出てましたね、出ておりました、ね、はい、本当です、よかった、ありがとうございます、メッセージありがとうございました。はい、そして私たち、うん、ウクレレカバーズ2020ね、はい、今度の土曜日、はい、日曜日です、はい、11月の22日にリリースとなるんですが、はい、その中から今日はねもう一曲おかけしたいと思っております、はい、待ってるかな、はい、今ちょうどメッセージいただきました、ともみちゃんがカバーした一曲お届けいたしましょう、はい、未来予想図2です。お届けしましたのはともみさんで未来予想図2でした。はい、今ですねメッセージが届いております、はい、お願いします、はい、コマラジサポーターのハイジさんからいただきました、いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、こちらはバーカさんミオちゃん、いつかいつか会えますように、そして今ともちゃんの歌声が聞こえてきましたということで、はい、感激のメッセージいただいております、そしてその歌声の主、うん、ともみちゃんからもメッセージが来ております、お願いします、この連携プレイそうですね、はい、今までを振り返って聞いています、うん、はい、ライブ行けないですけど悲しい気持ちは吹っ飛びました、はい、ゆりさん、かなさん、そして皆さん目いっぱい楽しんでください、佐賀で遠隔で楽しみますということで、ね、22日のライブにはちょっとね、うん、来れなくなってしまったんですけれども、できるだけね、うん、ご参加いただけますようにこちらの方でも準備をさせていただいて、そうですね、オンラインで参加していただくことにはなってるのでね、はいはい、楽しみにしてますよ、はい、いろいろ考えてます、はい、もうこのねイベントのために私もちょっと動画を作りましたよ、うん、素晴らしいのができましたねこれねかなちゃんには見せたんですけどはい、はい、ちょっと他の事務局メンバーにもまだ見せてなくて、ちょっとこれ泣いちゃうよね、うん、今までのこう奇跡がそう作りながら私ももう笑ったり泣いたりって感じだったんです、うん、皆さんにいろんなねマル秘映像をもらいまして、そうなんです、裏映像だったよね、裏映像、はあ、そうレコーディングに向けてねエピソード映像とかをもらって、はい、それをちょっと休憩時間に流す動画としてまとめてみたんですね、それを流そうと思っています、ね、レコーディングの時はなんかちょっと泣いちゃうかもしれないよね、本当だよねそうなんです、ね、皆さんね、はい、どうぞ配信もする予定です、はいはい、YouTube と Facebook で配信をする予定なので、うん、もしご覧になれる方はね22日ご覧いただけたら嬉しいですね、はい、この間ねちょっと私、はい、テレビを見てて気になったものがありまして、もう皆さんご存知かもしれないんですけれども、シーリング蛍光灯とか天井につける、はい、シーリングにつけるプロジェクター、うん、要はライトにもなるしプロジェクターにもなるというものが今あるんですが、うんうんうん、これは2018年ぐらいからあったんですけれども、はい、この間テレビで見てましたら、はい、これってもともとはクラウドファンディングから生まれた商品だったんだそうです。あ、そうなんですか、そうなんですって。でどうしてそれを考えたかっていうと、その考えた方が最初お子様たちにね大きい画面でテレビとかを見せてあげたいと思って、はいはい、プロジェクターをたくさん買ったらしいんですね。なんでたくさん買ったかわからない。試したんですかね、なんかいろいろね。そしたらご家族から配線はいっぱい絡まってるし、はい、邪魔だよっていうふうに言われて、まあ、さあこれをどうしたら邪魔にならないんだろうって考えたら、うんうん、そうだ天井に上げればいいんだということ で、このシーリングと合体させた商品が生まれたそうです。うーん、
その一般の方からそういう、ね、発明が出る世の中に、ね、クラウドファンディングっていう制度もすごいなって思いますよね。そうなんですよ。でもね、私もね、お友達のお家に行った時に普通にテレビをプロジェクターで見てたの、うん、でもこれっていいなと思って普通の白い壁のところにね、うん、映し出して、はいはい、子供たちが普通にねそれを操作して、うん、テレビを見てるんだけれども、あ、テレビ置かなくてよくて、この方法ってすごいいいなと思って。赤ちゃんとか子供がね、うん、いじって怪我するみたいなのもないですからね。そう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 、そうなんだよね、うんうん、安心感ありますよ ね。私もあのもう20年ぐらい前なんですけど、うんうん、家を建てる時に、はい、やっぱりプロジェクターをね導入したいということ で、あの窓のカーテンをプロジェクターのスクリーンになるロールスクリーンにしたんです。それでそこに投影して、うん、あのワールドカップとかそれで見ました。あ、めっちゃいい走りですな。そうなんです。昔からねプロジェクターは結構早いうちから取り入れてたんですけど、うんうん、今は本当に便利になりました、ね、小さなプロジェクターも出てますし、こうやって電灯と一緒のものもね、シーリングに取り付けられるものも出てますし、そうですね、今ね、うん、あのいろんなライブとかを YouTube でご覧いただいてる方とかも多いかと思うので、ええ、まあ、そんな感じで簡単にプロジェクターつけられて、はい、大画面で映し出したらいいですよね。そうなんですよ。今没入感で流行ってますけど、うん、没入感それこそすごいですよね、うん、絶対いい絶対いい絶対いい。それは今日はね後半にもノクティックに会話に加わっていただきます。すいません、なんかしれっと居座っておりますが、とんでもございません。引き続きお世話になっております。いえいえ、もう今日は番組最後まで一緒にね、はい、お話しお付き合いいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、そんな中またあのメッセージが来ましたよ、はい、ありがとうございます。はい、チョビさん、はいはい、ラジオつけた途端ともみちゃんの声が聞こえていろいろ思い出して泣いてますということで、あの、ね、皆さんね、ウクレレカバーズにご参加いただいてます、アーティストの皆さんなんですけどもね、はい、まあね、あのいろんなことがありました、この中、このコロナ禍の中ね、ですよね、今ね、まあ、そこをね乗り越えて、うん、ようやく完成できました、ね、そうですね、26組27名のものすごくあの一つになれた企画でした今回、はい、で私たちは、まあ、スタッフ側でもあったので、もういろんなことを乗り越えて乗り越えました。でもね、今思うともうこれ一生忘れられない体験になったなと思います、ね、うん、そもそもだってこのアルバムのさ、うん、企画のタイトルが、はい、ね、あなたの今をアルバムに、よくないこれ。アルバムって写真だけじゃないんだよね。もともと本当にその CD もアルバムっていうのはやっぱり今のあなたの音楽を閉じ込めるっていうことでアルバムなので、そういう、そうアルバムですもんね。そうなんです、言葉の意味を深く今考えさせられますね。そうなんです。よくない、よくない、良い良いでしょ、すごく良い。はい、それでは私たちハニオンベリーがカバーしました曲お届けしたいと思います、はい、だからハニー、すごく良い、お届けしましたのはハニオンベリーでだからハニーでした。今ねこの放送を聞きながらまたメッセージを送っていただきました。ともみちゃんからいただきました。ありがとうございます、はい、お二人の声はものすごくホッとします。そのホット感にもご苦労あるかと思いますが、ライブでの MC もがばい楽しみにしておけんねっていうことです。佐賀弁来たな、佐賀弁。嬉しいですね、リアルタイムに聞いてくださってる皆さんからメッセージをいただけるのは本当にありがたいです、うん、ではメッセージの送り方もう一度ご紹介しておきましょう、はい、行くわよみんな、はいはい、メールで送りいただく場合にはtuesday@komae.fm tuesday@komae.fm、 メールタイトルには必ず番組名のウクレレドキッと入れてください。本文にはラジオネームをお忘れなくお書きください。そしてフェイスブックをなさっている皆様はハニオンベリーのフェイスブックページからメッセンジャーでお送りいただくことができます。またおはがきもねお送りいただけたら嬉しいです。おはがきの送り先です。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛ラジスイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までよろしくお願いいたします。はい、おはがきといえば、はい、あのね、吉田美雪さんのその塗り絵のね、はい、おはがきのタイプでこの、レッスンさせていただきましたね。あの後あの、ディレクターのヒロさんがそうなんですよ、塗り絵をお買い上げいただいて、やってた、フェイスブックで見た、はい、早速塗ってくださって、はい、それがとっても上手なの、とっても上手です、うん、なんか女子力高い、やってたのって思いますよね。やっぱり
アートなことはやってらっしゃったんですよね。お勉強されてたことがあるって言ってました、ね、ピンク使い最高、うん、すごかったあれ私にはできないピンク使い、ね、さんやっぱりそのみゆきさんのお手本も載ってるけど、うん、あえて同じ色にしないで塗りたかったっておっしゃってたのでやっぱりそこは画伯やりますね。みゆきさんにはねまた私たちのラジオに遊びに来ていただく予定なんですよ ね、 ね、 ねまたいくつか仕上げといてもらいましょう、うん、本当ですね。ひろさんにさあこの曲今日もこの曲がかかりました。デイジー・ドブユキさんのレレハッピーデイに乗せまして今週お誕生日の皆様にお祝いをお届けしたいと思います。11月の20日横浜のエミさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。同じく11月20日のびちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。11月の21日藤本さんお誕生日おめでとうございます。藤本さんありがとうございました。同じく11月21日柿本さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。11月の22日吉川さんお誕生日おめでとうございます。同じく22日笹本さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。11月の23日田中真嗣さんお誕生日おめでとうございます。美香さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。永さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてカバーズでもご一緒しましたシーミンお誕生日おめでとうございます。そうあの藤本さんに、ねはい、ありがとうございますって言ったのはそうあの、ね、ウクレレカバーズでだいぶサポートをしていただいたのでそうなんです。あのウクレレの演奏でお手伝いをいただいたの で、 そうなんですよ、ね、藤本さん本当にありがとうございます。そうですそうです、ねうん、そうなんですありがとうございました。で私たちの、ね、ジングルもお世話そうなんです。17時台のジングルとかも藤本さんに作っていただいたものなんです。あそうなんですよ、ね、なのであるぞ。なのでついお世話になっていて本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんですお誕生日おめでとうございます、はい、おめでとうございます。コマラジサポーターのこと今日お伝えしてませんでした。はい、お願いします。コマラジでは現在コマラジサポーター様を募集しております。コマラジを応援してくださる皆様そしてあなたのお気に入りの番組のパーソナリティを応援したいよという皆様、月額550円でお申し込みがいただけます。お申し込みはコマラジの公式ページからボタンがありますのでコマラジサポーターのページにお飛びいただいてお申し込みいただきたいと思います。私たちウクレレ時サポーターになっていただいている皆様にはラジオ番組生で聞けなかったっていう方にもフルバージョンでその音源をお届けしております。今はね Facebook のグループでお届けしておりますのでよかったら応援してください。よろしくお願いいたします。今日もあっという間に終わってしまいましたが、はい、あっという間に終わってしまいました。でもノクティ君が本当にウクレレお上手になりましたよね。上手になりました。成長した気がします、うん、ねスーパー成長してなきゃダメなんですけど成長してるよ。成長した気がするよ、ね、だってほらもうさ、うんうん、そうだけどあの今度教える立場になるじゃない。そう先輩ですからね、うん、先輩先輩先そして、ね、兄弟子として教えるともっと上手になるの。上手になるそうなの、うん、だから教える人が出てくると本当にいいよ、うんうん、やっぱりちょっと教えておきますねうちの何人に、ねはい、そしてあの最終的にはやっぱり何日あのね、うん、ロックンロールパンダパンを、はい、やっぱりコマエムとこのウクレレドキとで、はい、一緒に演奏するっていうところに行きたいですよね。その時は名古屋ディレクターも、うんね、もうぜひご参加いただいてさっきもうすでに練習してましたからね。素敵なウクレレでね、ウクレレまみれで行きたいですね。そうですね、はい、本当ですね、はい、楽しみにしております、はいはい、この放送は豊作プロジェクトの公演でハニーオンベリーのゆりとかなとノクティでお届けいたしました。ハニーオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から17時55分までの生放送です。番組へのメッセージリクエストをお待ちしております。それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。